ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者はします。今日は2024年、1月の10日水曜日です。今日も3冊シリーズの中からお送りしたいと思います。その中の第2弾です。養老孟司さんのバカの壁というね、だいぶ前にベストセラーになった本の中からお送りしたいと思います。いや、もうほとんど忘れておりますけど、今日はですね、そのバカの壁の第1章、バカの壁とは何かというね、小項目が話せばわかるは大嘘というのと、分かっているという怖さというのが今でありまして、今日はその次の知識と常識は違うというね、このように容易に分かっていると思える学生はまだ容易に先生説明してくださいと言いに来ます。しかし物事は言葉で説明して分かることばかりではない。いつも言っているのですが、教えていて一番困るのは説明してくださいと言ってくる学生です。もちろん私は言葉による説明、コミュニケーションを否定するわけではない。しかしそれだけで伝えられないこと、理解されないことがたくさんある。というのが分かっていない。そこが分かっていないから、聞けば分かる、話せば分かると思っているのです。そんな学生に対して私は、簡単に説明しろと言うけれども、じゃあお前、例えば、陣痛の痛みを口で説明することができるのかと言ってみたりもします。もちろん女性ならば陣痛を体感できますが、男性にはできない。しかしそれでも出産を実際に間近に見ればその痛みがなんとなくわかる。少なくとも医学書だの保険の教科書だのの活字のみで分かったような気になるよりは何かが伝わってくるはずです。何でも簡単に説明さえすれば全てが分かるように思うのはどこかおかしいということが分かっていない。この例に限らず、説明したから分かることばかりじゃないというのが今の若い人には分からない。ビデオを見て分かる、ビデオを見たから分かる、一生懸命サッカーを見たからサッカーがどういうものかが分かるというのはそういうものではないということが分かってない。ある時評論家でキャスターのピーター・バラカン氏に、養老さん、日本人は常識を雑学のことだと思っているんじゃないですかねと言われたことがあります。私はそうだよ、その通りなんだと思わず声を上げたものです。まさに我が家を得たりというところでした。日本には何かを分かっているのと雑多な地域がたくさんあるというのは別のものだということが分からない人が多すぎる。出産ビデオの例でも、男たちは保健体育で雑学をとっくに仕込んでいるからという理由だけで分かっていると思い込んでいた。その延長線上から一生懸命誠意を尽くして話せば通じるはずだ、分かってもらえるはずだといった勘違いが生じてしまうのも無理はありません。なかなか。次、小項目です。現実とは何か。もう少し分かるということについて考えを進めていくと、そもそも現実とは何かという問題に突き当たってきます。分かっているべき対象がどういうものなのかということです。ところが、誰一人として現実の詳細についてなんか分かってはいない。たとえ何かの場に居合わせたとしても分かってはいないし、記憶というものも極めてあやふやだというのは私じゃなくても思い当たるところでしょう。世界というのはそんなものだ、つかみどころのないものだということを昔の人は誰もが知っていたのではないか。その曖昧さ、あやふやさが芥川龍之介の小説「藪の中」や黒澤明監督の「羅生門」のテーマだった。同じ事件を見た3人が3人とも別の見方をしてしまっている
というのが物語の一つの主題です。まさに現実は藪の中なのです。ところが現代においてはそこまで自分たちが物を知らないということを疑う人がどんどんいなくなってしまった。みんなが漫然と自分たちは現実世界について大概のことを知っている、または知ろうと思えば知ることができるのだと思ってしまっています。だからテレビで見たというだけで2001年9月11日にニューヨークで何が起こったか知っている、分かっていると思ってしまう。実際にはテレビの画面を通して飛行機が2層の高層ビルに突撃し、その結果ビルが破壊していったシーンを見ていただけです。その後ニュースではテロの背景についての解説も繰り返されました。しかしテレビや新聞を通して一定の情報を得ただけの私たちには分かりようもないことがたくさんあるはずです。その場にいた人の感覚、恐怖だってテレビ経由のそれとは全く違うにもかかわらず、ニュースを見ただけであの日に起きた出来事について何事か分かったような気でいる。そこに怖さがあるのです。現実のディティールを分かるというのはそんなに簡単な話でしょうか。実際にはそうではありません。だからこそ人間は何か誰かもの、誰かなものが欲しくなる。そこで宗教を作り出してきたわけです。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教といった一神教は現実というものは極めてあやふやであるという前提の下で生じたものだと私は思っています。つまり本来人間にはわからない現実のディティールを完全に把握している存在が世界中で一人だけいる。それが神である。この前提があるからこそ正しい答えも存在しているという前提ができる。それゆえに彼らは科学にしても他の何の分野にしても正しい答えというものを徹底的に追求できるのです。唯一絶対的な存在があってこそ正解は存在するということなのです。ところが私たち日本人の住む本来八百万の神の世界です。ここは本質的に真実は何か、真実は何か、事実は何かと追求する癖がない。それは当然のことで、絶対的真実が存在していないのですから。これは一神教の世界と自然宗教の世界、すなわち世界の大多数である欧米やイスラム社会という日本との大きな違いです。もう一つ言ってみたいと思いますね。証拠です。NHK は神か。私自身は客観的事実が存在するというのはやはり最終的には信仰の領域だと思っています。なぜなら突き詰めていけばそんなことは誰にも確かめられないのです。から今の日本で一番恐ろしいのはそれが信仰だと知らぬままにそんなものが存在すると信じている人が非常に多いことなのです。ちなみにその代表が NHK である。というのが私の持論です。NHK の報道は公平、客観、中立がモットーであると堂々と唱えています。ありえないな、ありえない。どうしてそんなことを言えるんだ。お前は神様かと言いたくもなってしまう。まあ神様とまでは言わなくても、あなたはイスラム教とかキリスト教とかユダヤ教徒なのか。そうじゃないのならば、どうしてそんな正しさを簡単に平気で主張できるのかと聞きたくなってしまいます。こうした正しさを容易に信じる姿勢があるというのは、実は非常に怖いことなのです。現実はそう簡単にわかるものではないという前提を真剣に考えることなく、ただ自分は
客観的であると信じている。だから政治家の汚職問題、例えば鈴木宗男氏の疑惑が生じれば、とにかくあれは悪いやつだ、以上、終わりで結論付け、断罪して報道する。そこには明らかに一種の思考停止が起こっているのですが、本人たちにはその自覚がないわけです。ピーター・バラカン氏が言うところの常識と雑学を混同しているとは、こういう状況を指しているのです。膨大な雑学の類の知識を羅列したところで、それによって常識という大きな世界が構成できるわけではない。しかし、往々にして人はそれを取り違えがちです。では常識、コモンセンスとはどういうことでしょうか。16世紀のフランスの思想家、モンテニューが語っていた常識とは、簡単に言えば、誰が考えてもそうでしょう、ということです。それが絶対的な真実かどうかはともかくして、ともかくとして、人間なら普通こうでしょう、ということは言えるはずだ、と、モンテニューは、こっちの世界なら当たり前でも、向こうの世界ならそうじゃないことがある、ということを知っている人だった。もちろん客観的事実などを盲目的に信じてはいない。それが常識を知っているということなのです。今日は、ヨルタクさんのバカの壁からお送りしました。いや、聞いてみるとなかなか深いですよね。勘違いというのは。よくあることですが、こういうふうにいろんな常識と思っているところが、こう視点を変えたりいろいろやってみられると、それが勘違いだったという、まあ世の中には勘違いよくあるという、特に、まあ、自分の胸に当てて考えないと勘違いをしているのではないか、まあ高齢者から高齢者になるためには、その勘違いをやはり少なくして残りの人生を全うしたいもんですね。みやちゃんチャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。今年もみやちゃん頑張っております。いいよ。